はい、高天神社の二の丸付近ですね。こっちの方はですね、来る方あんまりいなくて、まして動画なんか撮ってる人はいないんですが、ここね、堀切りっていうか、すごい切ってあるんですよね。すごい怖いぐらいな感じですよ。でちょっとお墓もね、そこにあるんですけど、ここ二の丸とこう、なんですかね、くっついてるっていうか、延長上にある廓なんですが、一応二の丸って呼ばれてるのはこの小さな、まあ、二の廓っていうぐらいですね。そんなに大きくはないです。でこちらにも教育委員会の看板が出ていますが、こちら袖廓跡ですね。こんな細いところね、感動ってよく名前つけますけど、山をなんかね、掘削して機械もないのに手掘りで、手掘り風の通路、まあ、鎌倉で言ったら切り通しですかね。ここはですね、丸尾兄弟、丸尾吉清子と、本間宇治清子のお墓になります。ここもね、あんまり写してる人いないんですけど、はい、天正2年6月、道の車を守備していた本間丸尾兄弟、あ、これ姓は違うんですけど、ご兄弟になりますね。武田軍の銃弾に当たり討ち死にしたと。対武田に対して、こちらですね、お名前はしっかり入ってますね。右側に本間藤清子、左に丸尾吉清子、しっかり名前が入ってます。戦士の地と、まあ、この辺の廓を始終守っていたんでしょうね。これはお社ですね。これは直接関係ないと思います。あ、関係ありますね、関係ない。天正2年のこの戦没者ですね、戦死した人に対する慰霊碑ですね。失礼しました。はい、この辺もですね、ちゃんと時間取ってみた方がいいですよね。山城なんで、どうしても観光的な方はちょっとやめた方がいいと思いますけども、お城不安、城郭不安の方はね、空堀とかね、見れるんですけど、さっき言った切り通し、切り割り、これね、人工的にここを削ったような感じに見えますけどね。まあ、空堀はね、他にもあるんですが、まあ、この辺がね、見分かりますこれ。ちょっとなかなかね、ここはまあ土橋というか橋みたいになってる形状になってるんです。これは奥の方にもですね、天神社の奥の馬場平の方にもね、ありますけどもね、すごいですよね。この辺もね、空堀の空がすごいですね。これもまだまだ馬道の方へ通じてるんでしょうけども、ちょっとね、この辺の地形というのもね、説明版がね結構あるんで、ここは本当に山歩きの格好をしていただいてですね、空堀跡と。はい、この城は北南東の面は断崖絶壁、そうなんですよ。西側だけが断崖者と、武田氏によってこの方面から攻められた。武田氏が領してから弱点であるこの方面を補強するため、武田氏が得意とする長大な横堀、もう掘ること大好きですからね、武田君は。ここに、ね、門じゃないですけど柵みたいなのがあったんでしょうかね。これ以上通さないと。ややこしい地形なんでね、ここは単純にこの丸い普通の山みたいになってるわけじゃなくて、もうかなり入り組んでてね、もうなんか要塞ですよ、山の。戦国山城の要塞、そういう感じに言っている。さっき上からね映してたんですけども、ね、こう本当に鎌倉の切り通しみたいな感じですけどね、まあ、いわゆる堀切りっていうやつですけども、この辺もねちゃんと見た方がいいですね。これ曲がるとね反対側になるんで、まあ、こっちもね見晴らしがいいっていうか断崖なんで、どうだ攻めてきよう、攻めてみろみたいな感じですよね。まあ、この辺もね、ここを守っていたのが先ほどの本間兄弟ですね。ここに書いてありますね。はい、二の丸、二の丸っていうのは奥にあるんですけど、まあ、そこから続いてるんで、まあ、二の丸の一部なんでしょうかね。道の車、あと同じことが書いてありますよね。なるほど、物見やむがあったんですね、ここの部署を指揮していたと。なるほど、鉄砲に撃たれたんですかね。宇治清子は首近くを撃たれ本丸に運ばれ、介護を解放けるもなくなりと、時間まで書いてありますね。記録があったんでしょうね。若いですね、26歳で亡くなって、吉岡公も絶命したと。28歳ですか、兄が28歳ですね、弟が26歳と。墓碑は
建てたものです。まあ後年建てた、あでも後年っても江戸時代ですよね。まあ、ここの戦っていうのはあの有名だということは知ってますからね。郭は2箇所に仕切り切り割りが設けられていると。なるほど、武田軍攻めただけに犠牲者もいたんですね。これ見てくださいよ、これ全部本当歩きたいんですけど、さすがに今日はちょっと本当時間ないんですけど、まだの機会にですねぜひ歩きたいと思いますね。はい、高天神城の二の丸、と郭付近でした。